皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケダン救助隊デラックス、今日こそね、ラスボス倒しに行きましょうか。はい、というわけでね、今日行くのはこの天空の塔です。前回天空の塔にね、挑んだんですが、途中で負けちゃいました。なので今回こそね、攻略できるように頑張っていきましょう。さあ天空の塔ね、さあ着いたぞ。最上階目指して頑張ろうぜ。さあ何回まであるのかわかんないですけど、頑張っていきましょうか。1個前のね、グラドン戦地底ではね、26階ぐらいまであったんですけどね、今回はどうなるのか。そしてね、今回なんですけど、道具をね探していくとね、もう攻略きついので、オプションのオート移動が階段優先でいきたいと思います。これによってもう道具は無視して階段ばっか目指すっていう感じになると思います、多分。よし、前回覚えたね、シャドーボールとかをうまく使って敵狩りながら行きましょう。うえ、ナイス、いいぞ。よし、頑張ってくれ。さて、アメモス以前回やられたんだっけ。めっちゃ強いんだよね、こいつ。さ、道具はしっかり回収するんですね、一応。階段見つけつつもっていう感じね。お、階段発見。誰だこいつ。もう階段早い、降りよう。もう階段無視しようぜ、無視して。戦ってる、なんかナイス、戦ってる。蝶の舞蝶の舞強いで、ね、倒すか、これだったら。いけ、シャドーボール。特防上がってるから効かねえのかな。ナイス、冷蔵ビーム連打。ナイスー、いいよ。いて、なんでそれダメージ食らうんだよ俺つれえなこれ。よし、まあでもいけそうですね、なんとか。じゃあちょっとね、いい感じの回まで行きましょうか敵のラッシュがやばいな、ここ。さあ現在やっとね、12回っすかね、ここがね、だいぶいいところまでやってきました。10、浮いてくれ、待機。12回って結構進んできたと思うんですけどね。 まだこれでも序の口なんですかね、今のところ。あられとかも降ってきたりね、雨が降ったりね、そう、砂嵐になったり、今みたいにね、天候がね、さっきから異常に変わるんですよね、ここ。なんだこれ。さ、階段優先にしてきてるおかげか知らないけど、なんとかね、モンスターハウスも引くことなく、ここまで来ることができましたね。よかったよかった。でも、死ぬほど敵がいる。まずい。竜の前まずくないっすか。助けて、助けて。チルタン怖い、チルタン怖い。くれ、シャドーボール。レイトビームめっちゃ効くな。ダメージ入りすぎて笑う。ちょっと待って、PP が長いんだよ俺。重力、何、重力が強くなった。重力、ポケモン本編だったらね、技が当たりやすくなったりとかするって効果だったり、飛行タイプが地面に落ちたりとかするっていう効果なんですけど、多分違うのかな、効果的にも。よし。くぅ、でもゴーストタイプってノーマル技当たらないはずなんですけど、ね、ゴリ押しのおかげで、ね、当たるので、マジでゴリ押しとね、往復ビンタのね、相性最高だと思います。よき。ピピリ、ビビリガバの量がすごいな。そんな落ちてるってぐらい入っとるよ。よいしょ。くめっちゃ敵おるね、なんかさっきから。そろそろレベル上がってもいいかなと思ってるんですけど、僕的にも。な、いや、葉っぱカッターほどほどにしてくれ。みんな、積極的に殴りに行くね。さあ、レベルは上がらなかった。33だからちょうどいいぐらいだと思うんだけどね。さあ、20回です。特にイベントも中間してもなく、まだですね、長いですね。おっしゃ、レベルアップ。誰、シュバリオンかな。レベル34、いいね、おめでとう。くそ、種は進化いつ覚えてくれんのエネダラが死にそう。さあ21回、モルフォンとかおるやん。いえ、モルフォンくん、アブソル、あ、俺の身、じゃあ使っとくか。最大一部位を増やしとこうぜ、せっかくだし。いつも助かる、ありがとう。どこだろうな、とかハッサムとかいいんじゃん。やばくね、ハッサム。おら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 、ハッサム効果今一つなんだけど、ゴリ押しだから関係ねえちょれー。てか見て、プテラとか出てきたんだけどやだ、22階です。上の方の階行くとなんかもうねえ、ランクマッチとかさ、ガチのバトルで出てくるようなポケモンが
いっぱい出てきて、ちょっともう気まずいですね、強くて。おっしー。さあ、レベルがアップしたのは、アブソール35。高っ。ベニダラは？ベニダラはいつ上がるんですか？何回前なんだろうな。とりあえずもうこれで24回なわけなんですけど、ねえ、グラードの26回、いや、30回超えてくる可能性もあるよね。うわー、フライゴンとか出てきたじゃん。やべえ。ここドラゴンタイプがどっちかっていうと多いね。面白いな、これ。ぐっ。待って、高速移動はまずくないですかね。おい、YouTuber。あ、待って、シュバリオン。シュバリオン。ちょ、これは、逃げよう。逃げよう。倒してる、くれてる。ありがとう。うえ。無理無理。あ、イベント？あ、まだここ中間なの？もう少しだよね。だら、早く頂上に行って、レックザの子に、星のこと伝えないと。アブソル、ここからは気を引き締めろ。うっす。さて、復活の種とかね、回復のアイテムとか持ってきたので、なんとかなるはずです。行きましょうか。何回まであるんだろうか。さあ、26回という闇までやってきました。まあ、変わらずモルフォンとか出てきてるんだけど、2倍速。一歩下がって、お踏みだ。うはぁ、怖えな、これ。フライゴンさん。強いポケモンしかいないんですよ、今。ナイスカッター。みんな PP 回復してくれたのはよかった。ここすごいなんかアイテム欲しいな。モルフォンくん。ナイス爆弾。まあでも敵は一個下の階とかとあんま変わってねえな、ここは。お！来たか、ついに！エネダラ、レベルアップ！イェーイ！最強、星狩りさん？何星狩りさんって。星狩る。相手が道具を持っていたら道具を奪うって。これなんかちょっと面白いけどね。いらないかな、なんか星狩る。ね、欲しいなーって。でも誰がどの道具持ってるとかわかんないもんね。今回、モンハウある、なんだこいつ、びっくりした。でっけえな。トロピウス、久々に見たわ。ねえ。甘い香りを発する、やばいやつっすよ。トロピちゃん、倒せる？成長、攻撃力、毒効が上がった。怖い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 。よし。いや、倒してくれてるけどね。さあ、ここもモンハウだよね、絶対。こんにちは。やべえ、逃げろ、みんな。うーわ、でっぐ、これ。フライゴンのプテラとトロピウス、甘い香りで回避率下げられて、グッ、騒ぐはまずい、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 みんな空飛んでる、ねだら、くそ、動く前にやりよってこいつら。ふう、さ、とりあえず一難は去った感じでしょうか。一通りの敵はね、やっつけました。目薬の種食べておきましょう。おやすみ。やばいな、あの罠の量。みんな回収アイテム。しっかり回収して。よし。敵の量やべえ、マジで。よし。竜の息吹。死んじゃうぞ。麻痺した。助けて。そいつやっつけて。直してくれてありがとう。グエーッ！アブソルごめん、今使わない押しちゃったんだよ、俺が。まずいな、これ。回復アイテムがボス戦前に使い切っちゃう。フライゴンによって、ちょっと待って、フライゴン待って、俺麻痺ってんだって今。竜の息吹。え、まず、これは。待って、俺の身なくなるんじゃね。大丈夫、シュワリオン食べていいよ。最大一文字増やそう、とりあえず。ナイス、また来た。変わろう、俺と。よし、二人でやっつけ。なんで見捨てんの、みんな。いけ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 、やれやれ、いけ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 、やれやれ、シュバリオン。なんか地獄みたいやけど、めっちゃ強いわ、ここ。よし。さあ、結局のところレベルはね、上がりませんでしたね。たくさん倒したけど。そして29回、何回まであるんですか、これ。さて、そんじゃね、今から行きますかね、次の回へ。30回です。そろそろ、じゃない？何のか30でも。マジか。
待って、ボーマンダいるんだけど。焼けた。ちょ、守ろう俺が。チーコの実は使わなくていいかな。俺が守るよ。守る。何その技、ずるくないか。ガードすんな。痛い。ひるんでんの今俺。待って、メタグロスも来たんだけど。うーす、アップユアイス避けた。俺が守るよ。これまずいぞマジで。ナイス、メタグロスやったよね。いいぞ、俺がやっつける。よし。ちょ待って、これは吐き気がする。みんな逃げるぞ、急いで。待って、エグすぎるだろここのポケモンたち。やばいやばいやばい、また死にそうだ俺。待って、俺持ってきたオレンの実があと1個しかないんだよな、もう。まずいでしょこれ。待って、わ、 PP もねえ今。ナイスナイスマン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 。これは俺は死ぬのか。死にたくないよな。まだ生きてたいよな。よし、往復ウィンダーでやっつけらんない敵が出てきてんのがやばい。ナイス、フォーマンダチェンジ。あぶね、ナイス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 。もう怖すぎる、もうほんとこのゲーム怖い。コスモパワーはいい、コスモパワーはどうでもいい。よし、猫魂、コスモパワーで能力上げてんのがやばいよな、ほんと硬すぎるんだよ。下行ってどんどん行こう。フォーワンダはやめとけ、アブソル。グッ、ナイス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 、早く行こう早く。ちょ、また敵がここにいる。もうオート移動が結構敵変な移動するから。探索がばいんだってマジで。さあ34階でイベントか、ゴールか、ゴールっぽい。高すぎるだろマジで、ギリギリすぎたわ登ってくるまで。さあついにてっぺん、ここが最上階なのかな。誰だ、我が領域を犯す者は。怖い怖い怖い、誰で、今の声がもしかしてレックーザなのか。いかにも、ここは我が領域、すぐ立ち去るがよい。マジっすか、いやお願いしますよ。いやそれがそうも言ってらんないんだよ、実は頼みがあって。ならん。え、うおー出てきた、かっけえなレックーザやっぱ。ギャー、なんかタラコ唇みたいな口してるけど、なあタラコではないな、口紅が塗って私綺麗。我は天空に生き、そなたたちは地上に生きる者、それぞれが定められた場所があるのだ。我は何億年もの間一度も地上に降りたことがない。それは逆もまたしかり、自然の掟を犯す者は容赦はせぬ、覚悟しろ。やめて、なんで問答無用で襲いかかってくんだよレックーザ、話聞いてよ。ということでいきましょうか、レックーザ。特性で天気の効果がなくなったらしいですが、とりあえずたくさん弾あるので使いましょうか。持ってきた弾があります、みんな回避弾使いましょう。これで攻撃は当たらない。竜巻、聞くやん。あの聞いてるけど、ちょっと待って、みんな復活玉はいっぱいある。で敵縛り玉、フラフラ玉、敵封じ玉、封じてやる。レックーザ動けなくなった、今がチャンスだ、殴れ。レックーザは動けない、レックーザは次のターンから動けるようになった。早い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 、神速。マジかー、アブソル。起きろアブソル、大丈夫だ、離れよう俺たちは。竜巻、グッ、凄まじい風で足元の雲が激しく揺れ動く。なんだこれ、グラードの時もあったけど、なんかギミックが発動した、何が起こった、
うわなんか変なとこいたぞ。天変地異が発生した。男女のフロアに突風が吹き荒れる。突風に当たると立ってる場所が変わってしまう。ねえ、強い風が吹きそうな気配がする。竜巻はダメだって、死ぬんだって。アブソル死なんといてくれ。先生、近寄らないで話なんねえんだよ。ハイパーボーイス当たらなかったのでオッケーですが、いけないじゃん、これどうしよう。もう一旦向こうへ。ハイパーボーイス避けて。ダメだ、避け、当たらっちゃった。エネダラはガチ強くねえかこいつ。吹き飛ばされる。エネダラグワッ。縛りはまだ生きてんの、しぶといね。迅速アブソル大ピンチ。強い風が渦巻いている。さあ強風に動かされるのは誰もいない。さあ前まで来たよ俺は。破壊光線、いや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 。レッグーザーはハンドで次のターン動けない。さあ決まっ、やっとチャンスがやってきた。長かった長かった本当。さあこれでね、今から倒そうか。え、もう種がない。みんな復活玉とかしかない。もう俺を癒すものは何もないわけですね。殴るしかない。行きましょう。奥見た。ほらほらほら、いいよ。さあこれはマジでまずいぞ。もう一回行くぞ。奥見た、ナイス。竜巻だけはやめてくれよ。ハイパーボイス、えーねだらー。これまずいよな、どう考えても。みんな復活弾はもう使うか。もう一人やられてから使いたいけど、結局やられそうなんだよな。フラフラ弾使おう。混乱した弾見ろ。神速は失敗したね今。ここでやるか復活弾。エネダラナイス、帰ってきた。おかえり。レッドビーム効くねダメージ。混乱、竜巻がきちいな。ぐっ。さあシュバリオンは倒れちゃったわけだけど、前に出よう。悪い状態が解除されるのが早い。痛い。オークビンタ、そうか、いなくなったから。破壊光線ぐえ。凄ましい風で足元の雲が激しく揺れ動く。また飛ばされたか。これきついな。どうしよっかな、これね。いや俺すごい嫌な予感というかね。これでアブソルがやられたら死ぬんですよ。でもここは敵混乱させとくか。とりあえずフラフラ、風に吹き飛ばされる。俺は飛ばされん。当たるか。いや、シャドーボール、レッドビーム4倍ダメージ、土切り。うわーっと、さあエネダラがやられちゃった今。もう極限戦いし、極限の戦いしてんなほんと。さあアブソル君使おうか。みんな復活玉呼び返れ。みんな吹っ飛ばされんでこれ。あでもナイスナイスナイス、復活したターンそのまま殴りな、いったぞ。いいぞ、倒した、よっしゃ。限界ギリギリバトル、マジで危なかった。さてレッグーザ倒しちゃったけど、隕石壊せんのか本当に。大丈夫。ギャー、やめろやめろ、破壊光線はやめろって。めっちゃ怒ってるやん。許してください。なに、なや、いや上見て上見て、そろそろ。わわわわわ、地震地震、わけないよな。だってここは雲の上だし、これは衝撃波だ。しかもものすごい。やっぱそうか、分かったぞ。上を見ろレックザ、上だよ上。いやもう来てんじゃん目の前に。気づくの遅いよ。助けて誰か、これ無理でしょ。うわわわわわ、星が降ってきた。なんだあれは、星だ。それもとびっきり大きい。このままだとぶつかって大変なことになる。
だからオイラたちレッグーザに星を破壊するよう頼みに来たんだ。なんだよ、そうだったのか。そうだ、早く破壊してくれ。できんのかポケモンに。俺たちにやられたレッグーザにできんのか。その前に決意を聞かせてくれ。星が接近しすぎている。ここから我が破壊光線を放てばそなたたちも無事では済まぬ。いやでも破壊光線さっき食らったけど そんな食らわんかったからいけるって。そんなの鼻から承知だ。よく言った。おお、俺たちに撃とうとした破壊光線を上に向ける良い覚悟だ。頑張れ、ぶっ壊せ。うおーす、レッグーザの破壊光線が隕石でかいな、思った以上に。壊せんの無理じゃない、タリヒのちゃう火力。あ、やばいやばいやばい、ひび入ったひび入った。あと少しあと少し、頑張って頑張れ頑張れ。でっか、そう、ひびが星全体に入っていって、おお、壊したか。さすレッグーザだけど、あれ星のかけらすごい降ってきて大災害になりそう。そして飛ばされてしまう俺たち。嘘、落ちちゃうの俺たち。何ここ、雲てん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 、なんだここ。ねえ、ふかふかのベッドだ。これは夢サナイト、いや夢じゃない、現実。ここそうだ、星の爆発に飲み込まれて魂のままさまよってるんだ。なんでわかったんや、魂って。でも魂なんやな。じゃあどうなるんだろう、もう帰ってこれないのかな。ゲンガーじゃん、これは。ゲンガー、へへへへ、エネダラ、こんなんでくたばっちまうのかよ、ざまないな。けっけっけ、こいつどうすっかな。そうだ、ちょうどいい、このまま闇の世界へ引きずり込んでやるぜ。何や、闇の世界ってどこや。わ、引っ張られてる。痛い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 、顔擦れて、擦れて、顔擦れてる、痛い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 。ゲンガーに引きずられている。ゲンガーは闇の世界へ引きずり込むって言ってた。闇の世界ってどんなとこだろう。自分はこのまま知らない世界に捨てられてしまうのかな。どうしたゲンガー、ありゃ、どうやら道を間違えちまったらしいな。え、俺としたことがどっちがどっちが分かんなくなっちまった。けっ、しょうがねえ、ここに捨ててくが。じゃあなあばよ。ゲンガーに捨てられちゃったんだけど。おいおい、大丈夫、しっかりしろ。え、みんなやん。あ、ここは、おはようございます。え、ネイティオのとこかな。ここ意識が戻ったぞ。おお、うっす、よく無事やな、ほんま。確かにあの時ゲンガーが助けてくれた。ツンデレやだな、あいつ。もしかしてエネダラもゲンガーに。よかった、生きてて。すげえ心配したぜ。あなたたちとてつもないですわ。ね、無事でよかったです、ほんとよかったです。みんなありがとう。それより、そうだよ、星どうなったんだよ、星は一体どうなったの。ねえ、破壊光線でぶっ壊れたのは見たけど、そっからね、記憶がね、ないけど。くわー、どうしたネイティオ。心配するな、星は破壊された、すぐではないが自然変動も時期収まるであろう。じゃ、めでたしめでたしやん。一緒にいた仲間は。アブソル、アブソル、大丈夫、無事だ。よかった、本当に。やったな、エネダラ。
うまくいったんだ。これで平和になるんだ。いやーよかったね。これで苦しんでいたポケモンたちも減って、救助隊もね、いらなくなるのかな。もしかしたらこれで役割は終わっちゃうのかな。ね、寂しくなっちゃうね。よかった、本当によかった。今日はお祝いだな。肉食おう肉。祝福にハイドロポンプ打ちたいぜ。イエーイ。おい、おっとおっと、こっちはやめろ。向こう行く向こう。いやいや、撃て撃て撃て。ハイドロポンプ祝福いいね。冗談じゃないよ。危ない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 。私が、あ、逃げられないよう押さえておきます。ワン。で、お、いいな、それ。じゃ、的にしとく、的に。おいおい、みんなマジかよ。よかった、でも本当。こんな日常もね、星が壊れてたら、星が降ってきたらできなかったもんね。エネダラさん。そして、来たのかな。ね、あの星を壊した世界を救ったら俺は人間に戻る。つまるところお別れなんだよね、俺たち。俺もみんなと。マジ？サナイト、サナイト、すべてはエネダラさんたちのおかげです。世界の平和が守られたのです。本当にありがとうございました。そしてエネダラさんの役目もこれで終わりました。もうすぐ元の世界へ戻らなければなりません。別れの時が来たのです。帰っちゃうの俺。え、寂しいよ。来たのか、とうとうこの時が。マジ？なんかで光ってんだよ俺。エネダラさん、辛いでしょうが、みんなに最後のお別れを。あれ、エネダラさん。なに、光ってるよ俺。エネダラ、その体どうしたんだよ。シバリオン、そしてみんな、ごめん、今日でお別れなんだ。え、なんですって。みんな今まで本当にありがとう。マジでか。いや、なんかポケモンのままでもええんちゃう。人間戻ってもなんかええことないかもしれんで。ねえ、エネダラ、ねえ、学校行くことになるかもしれんし、ねえ、大人で社会人だって働くかもしれんし、だったらポケモンのまま自由気ままに過ごそうよ。なあ、ダメなんか？え？お別れってどういうこと？ポケモンでの役目が終わったんだ。人間の世界に帰らなくちゃならない。なんと、人間の世界に帰るだって。なんでどうして。よくわかんないよ、別れるなんて。せっかく友達になれたのに。そうだよ、シュバリオンとはいつまでも友達だ。ずっと忘れない。いや、光強くなってんな。待ってくれエネダラ、会えて本当によかった。おいら、エネダラがいなくなったら、ごめん、さよならだ。エネダラさん、エネダラ、エネダラさん、エネダラさん。え、マジ行っちゃうの。じゃ、ハイドロポンプ。フーティ、なんかエスパのスーパーパワーで戻されへん。ダメ？エネダラ！お別れなん、これで辛すぎやろ。エネダラさん、どうして。僕よくわかんないです。なんでいなくなっちゃうんだよ。俺はエネダラに命を助けてもらった。なのに俺はまだ何のお礼もできてない。
ありがとうも言えぬままいなくなるなんて、あいつ覚えとけよ。本当だよ。なんでこんな急にいなくなっちゃうなんてよ。せっかく世界が救われたのに、せっかくこれからって時なのによ。みんな泣いてんだよほんま。いや、エネダラのおかげで世界が救われたのだ。今思えば天国に行く時のエネダラの、いや天国じゃない、すいません、天空へ行く時のエネダラの様子はまるで何かの定めを待ってるかのようだった。きっとあいつはオイラたちを助けるためにポケモンになったんだ。そして星を破壊した時が別れの時だと知ってたんだ。でサーナイトに聞いてたからな。なんでもっと早く言ってくれなかったんだ。別れると知ってたならなんで教えてくれなかったんだ。いや、言い出しづらいもんやで。やっぱ言いたくても言いなかったのだ。お前が悲しむのと同じくらいエネダラもまた別れるのが辛かったはずだ。分かってやれシュバリオン。つれえよエネダラ。エネダラどうなっちゃうの？登っていくね、空へ。これは天に向かって登っている自分の魂なのかな。このままどこに行くんだろう。空へ登って人間になるの？声が聞こえてくる。誰？サナイト？ゲンガ？友達が悲しんでいる。いなくなって初めてわかる。かけがえのない友達が。これ何？オープニングの謎の質問の人？もし君も強く願うならまた出会うことができるだろう。え、シュバリオンたちに？ってことでポケダン救助隊デラックスこれにて終了です。果たしてこの後エネダラはシュバリオンに会うことができたんでしょうか。多分このスタッフロール終わった後くらいに分かると思う。ね、でもエネダラが人間に戻ったとして、なんかポケダンの世界って人間いなさそうじゃん、正直言って。分かる？いや、いるのかもしんないけどさ、ね、なんか全然人いないよね。だからもしかしたらね、本当に別の世界なのかもしれないね。トレーナーっていうことは知ってるけど、みんな。いやー、それにしてもどうでしたか皆さん、ポケダン。いや、今回のね、最終パートに至っては、ちょ感想というかあれなんですけど、最上階のね、あたり、26階以降か、異常に難しかったですね。あそこで回復アイテムとか、復活の種を大量消費しすぎたせいで、レッグーザ戦が全然アイテム足んなくて、めっちゃ焦ってた。で、そのレッグーザも、ほんとギリギリに勝てたので、まあ、そこはね、ちょっと良かったと思います。良かった、本当に。だから混乱とかね、無気力状態だっけにしたりとかっていうのが、あの弾もなかったら多分全然勝てなかったし、みんな回避弾使って回避力上げてなかったらね、全部攻撃食らってやられてたかなって感じなので、いや、これから挑む方はね、ちゃんとアイテムしっかり使ってね、対策してからね、ぜひとも挑んでみてください。はい。ということで、ポケダン救助隊デラックス。で、昔の DS 版やったことあったんですけどね、なんか結構忘れててね、すごい新鮮な気持ちでできました。さあ、この後エネダラがどうなるのか。ね、皆さんは、知ってる方はね、ね、ちょっと、あーねって思いつつ、知らない方はね、ワクワクしながら待ってください。もうすぐです。別れたくない。もっと一緒にいたい。かけがえのない大切な友達だから。
すげえ、俺の顔だけ残ってるもんな。うん？泣いちゃいそう。ということで、ポケダン救助隊デラックスね、ここまでです。エディダラとシベアリオンのお話はこれで終わりだ。でもポケダラ団の救助活動はまだまだ続くぞ。この後からは新展開、あの伝説のポケモンたちがいよいよ登場だ。お楽しみに。ということで、またハテナの数見てめっちゃあるんだよね。ストーリーはここまでとなります。今後はね、クリア後の話とかいっぱいやっていきたいと思います。皆さん、ここまで見てくれてありがとうございました。引き続きポケダン救助隊デラックス見てください。おつぱやです。マジでよかった、シュバリオン、ヘネダラ。俺たちずっともやぞ。